えー、みんなね、あの投資って、えっと、ギャンブルだと思っている人、結構多いです。あの投資と投機って、何が違うのっていう話をですね、できればと思います。農地をですね、五千万円。で、買うときにですね、あの皆さんは何を想像しますかと。例えば、三ヶ月後にですね。三ヶ月後に、えっと、七千五百番になって、うわ、よかった、もうかった。 と思ったり、この五千万がですね、えっと、一年後に。一年後に、えっと、例えば、えっと、二千五百万に半分半年になっちゃってました。って思う人いますか。多分、農地のケースでですね、あの、こういうふうに思う人って、ほぼいないと思うんですよ。このナイキという会社が、こう利益を上げてきた、あの、結果を示しているんですけれども。赤い線、ほら、あの、この利益をずっと、こう、追いかけてるように、動いているように見えません。 実際そうなんですよ長期的にはですね、あの株券というのは、利益を必ず表彰しますなので、えっと、価値の計測器えあのとして機能をします、これ、すごく大事なところで、ですねだから、利益がずっと出続ける会社、持続的に出し続ける会社というのは、あのお,お客の問題、それをもうちょっと大きくあの捉えるとです、ね、社会の問題を解決し続けた結果なんですね。 皆さんこんにちは、えー、農林・中金・バリュー・インベストメンツの奥野です。 えっと今日はですねあの教養としての投資え実はですねこれあの5万部以上売れてるんですけれどもあのこちらのですねエッセンスをですね動画で何回かに分けてですねあのご説明申し上げたいなというふうに思っていますまあ私はあ本職ではですねえっとファンドを売っているんですけどちまたではファンドを売らずに本を売る人というふうにも言われています頑張りますのであの皆さんあの楽しんで聞いて頂いければと思いますよろしくお願いします あの一番最初なんですけれども、そもそも投資とは何かっていう話をさせていただきたいと思っています。え、投資、えみんなね、あの投資ってえっとギャンブルだと思っている人結構多いです。あの投機と投資がですね混同している方って結構多いと思うので、えっとそのそもそも今日はあの投資と投機って何が違うの。 っていう話をですねできればと思います。僕はですねもともとあのおおまあファンドマネージャーもともとていうか今ファンドマネージャーをやってまして長期投資というのをやっています。あの長期投資ってですねあでじゃあ何年ぐらい持ってるのとかって言われるんですけどあの僕としては永遠に持てる会社しか買わないというコンセプトです。え皆さんえそんな株ってそんな永遠に持てるの？ って思う人結構多いと思うんですよね。えっと下がったらなんかこうビクビクしながらという人多いんですけど、あの僕たちが持っている会社はあの売らなくていい。会社しか持たないというコンセプトでやっています。で、本当にいい会社。本当にいい企業っていうのはですね。あの、ずっと利益が上がっていくので、結果として株が上がっていくんですね。 なんでそういう会社を持っているとですね、あの売り買いする必要はないんです。あのギャンブルする必要はないんですとそういうことです。例えば皆さんが知っているコカコーラっていう会社があります。あの世界中にですね今人口がですね77億人います。それこそその元々1990うんとまあ95年ぐらいにですねえっと65億人ぐらいだったものがですね今75億人まで2020年 77億人かままで増えていますとで中産階級の人の,あの口の数っていうのはですねもっと速いスピードで伸びてるんですね。ここのの伸伸びびよりも当然のことながら速い伸びで伸びてますで、えっと、日本にいるとですね、えっと、炭酸飲料を作っている会社っていくつかあるあのいくつかもあるんですけれどもあの世界に行くととりわけアメリカに行くとですねコカ・コーラとペプシとドクター・ペーパーがちょっと作ってるだけです。 コ、えっと、コカ・コーラ、まあ、例えばこれが飲み物だとしましょうこれがあの例えば100円だとするとですねコカ・コーラは確実に100円売ったら20円チャリーンと儲かるわけですすごいですよねで人の口の数はあのとりわけ炭酸飲料が飲める人の口の数っていうのはものすごいスピードで飲びてるわけですコカ・コーラは構造的に強靭な企業なんですとでそういう会社を見つけそういうビジネスを見つけちゃったら売り買いなんかする必要はないのでその会社のオーナーになると。 いうのがあの僕がこの13年以上ずっとやっている投資のやり方で皆さんに投資と投機の違いという時のですね僕が言っている投資というのはこういう投資のことを言っています。そもそもも皆さん投資っっててどういういうに思ってますかと 画面の前でですね、なんかこういや上がったかな下がったかなとか思いながら上がったらうわーっとなってそれで下がったあの下がったらこうやって頭を抱えてですねあの東京駅の前のあの電光掲示板のところでみんなでうわーってこうなってるそれは陶器なんですよとあのいうことを申し上げたいと思っていますでこれを説明するときにですねあの農地の例をあの僕はよく用いますというかあのこの本の中でもですねあの使わしていただいています農地をですね五千万円 で買うときにですねあの皆さんは何を想像しますかということなんですね。えっとほとんどの人たちはこれは多分99%の人たちがですねこの農地を使って作物をですねこう植えてですね作物を植えるのにこの種も買ってですねでそこに人を雇ってですねやっとここから500万があの生まれてきましたと。え、それが実は505,000万投資したあと500万が出たのでこれが10%。 とといいううリターンががが出ますすのがこれが投資ですほとんどの人たちは多分これを投資だと思っていて、えっと、おこ,これは多分疑わないと思うんですね。ほとんどの人たちがこうなんですけれどもあの誰がですねこの5,000万がですよこの5,000万がえっとえっと、えっと、例えば3か月後にですね3か月後に、えっと、7,500万になってうわよかったもうかった と思ったりこの5000万がですねえっと一年後に一年後にえっと例えばえっと2500万に半分半年になっちゃってましたって思う人いますかとないですよね多分農地のケースでですねあのこういうふうに思う人ってほぼいないと思うんですよほぼいないはずです。にもかかわらずこれが株の投資になるとですねみんなガラッと変わっちゃうんですね99.9%の人たちが500円で買った株 がですね、えっとなんですか、三ヶ月後に七百五十円になっていて、うわもう買ったと思うのか、もっと言っちゃうと三秒後に三秒後にえっとこれがえっと四百九十五円になってますということを考えるんですね。でも本当は株っていうのは何かというと企業が上げてくる利益の所有権をあのシェアして持っているという概念。 ですあの何かというとあのここの農地に、えっと、おおおお当たる部分っていうのがですねこれが企業なんですね企業です企業があってですねこの企業があの1年間一生懸命仕事をして、えっと、人のためにものを作ってでそれを売ったも儲けとあのいうのが利益ですけども企業が上げてくる利益 というものをですね。あの、株券を持つということは、それに対するシェアをするということなんです。これが投資なんですね。いやその言うのわかるけど、株式って結構値段動くじゃんとあの n i の株この1年間のナイキの株っていうのが今回のですね。コロナショックを受けて30%下がりました。 バーンとこう下がってですねまあ今ではもう全然こう何もな何事もなかったかのようにあのずっとこう上がってですねそのこの高値もう史上高値最高値をずっと更新し続けてるわけですけれどもあのいやだからこういうのを見てうわやっぱ株って怖いやんねあのこういうことがあるとですね 3, 3割下がるやんっていうことなんです右側のほうを見てもらうとですね1993年からのあの株価の動きをずっとこの赤い線であの示しています。 がでそれとともに縦棒っていうのが利益です企業が上げてくるそのナイキという会社がこう利益を上げてきたあの結果を示しているんですけれども赤い線ほらあのこの利益をずっとこう追いかけているように動いているように見えません実際そうなんですよ長期的にはですねあの株券というのは利益を必ず表彰しますなのでえっと価値の計測器、えー、あのとして機能をします。 だから長期投資において一番重要なのはですねこの利益を上げ続けることのできるような会社なのかということが一番重要なんであってですねあの別にコロナが起こるだとかですねトランプがバイデンに変わるとかですねそんなことはどうでもいいわけですバイデンに変わったからといってもしくはコロナが起こったからといってあのナイキを俺もコロナに起こったからもうナイキ履くのやめるわっていう人なんかいいひんわけですよ。 日本人ってものすごくそういう意味で言うと自分だけが儲けるということに対してちょっとこうなんですかねあのやましいあの感じとかを持っちゃったりするんですけれどもあのこういうことだと思っています。オーナーである皆さんがいらっしゃいますと。で、えっと、企業がですね企業がありますと。 企業があのこのオーナーナはですねこの企業がちゃんと利益を上げてくるかなっていうふうに見極めるわけですね見極める見極めてですねそれに対してこの企業がずっとこう利益を上げ続けるここで、えっと、オーナーは儲けるわけですね利益の,あの持ち分におけるシェアをあのここで、えっと、出てくるわけです企業の上げる利益って一体何ぞやということをですねちょっと想像してもらいたいんですよ 例えばナイキがですねずっとさっきのね持続的にこう利益をずっと上げ続けたとのいうことは一体どういうことなのかというとですねナイキが上げ続ける利益っていうのはここにですねえっと無数のお客さんがいらいるわけですね顧客が。アスリートと言ってもいいですけど アスリーあのピンクのシューズを履いて、えっと、体力を温存したいというニーズをニーズを満たした結果が利益なんです。あのなので利益が大きい会社っていうのはお客の問題を大きく解決したということです。 あの問題解決をした結果が実は利益なんですこれすごく大事なところでですねだから利益がずっと出続ける会社持続的に出し続ける会社というのはあのお客の問題それをもうちょっと大きく捉えるとですね社会の問題を解決し続けた結果なんですね。でこれでで最初に戻るとですねオーナーナが オーナーがいい会社を見極めてあの利益をここに立ちくる利益でっと儲かりましたとあのいうことはですねちょっとずつ結果として実は社会も良くなっていいるということなんですあの,実はこの話っていうのは僕が声を大にして大きい大声で言うような話じゃなくてですねもともとアダム・スミスが道徳感情論の中で、えっと、言っている資本主義の原理。 資本主義っていうのは会社というその企業という器を使ってで世の中をよくするで世の中をするときにそれをその競争させることによってものすごく効率的に世の中をよくするとそういうのが実は資本主義そのもの。 です僕たちはあんまりこういうことについて勉強してこなかったんですねっていうのは企業に入って工場労働者で頑張りましょうみたいな話しかあの聞かないわけですオーナーになりましょうっていう発想っていうのは今まであんまり教えてくれないしあのこれがいかに面白いかっていうことについても知らないんですでも皆さんが当然知っているジェフ・ベゾスアマゾンの CEO。 ですアマゾンの株を保有することでオーナーになることでここの企業だってジェフ・ベゾスなんてここの社長に過ぎたいですからねここの人が部下になるんですすごいいととだと思いませんボブ・アイが一番右側にオルト・ディズニーオルト・ディズニーの会社のオーナーになることでですねミッキーマウスあまりうまく書けなかったですね。<laughs> ミッキーマウスが世界中であなたのために踊りまくるということなんです。これこそがあのオーナーとしてえっと企業を保有する株式投資の本質です。今回はですね。 あのこんなに面白い要は痛快な株式投資株式投資って一体何ぞやということについてですねあの皆さんにですねあのお伝えしたかったとあのいうことと同時にですね次次回はですねじゃあ本当に利益が出続ける会社って一体どういうふうに見極めればいいのっていう話三つのですねあの基準がありますこの三つの基準についてお話申し上げたいなというふうに思いますどうぞよろしくお願いします